い、どうも皆さんこんにちは、ゆあです。イエイ。はい、見てください皆さん、私今日エプロンということで、今日はですね、いつも日頃お世話になってるスタッフさんの皆さんにちょっとでも感謝の気持ちを伝えれたらなということで、ご飯を作っていつもありがとうございますっていうのを伝えたくて、今日はご飯を作りたいと思います。そこで何を食べたいですかってなった時に、麻婆豆腐が食べたいという意見でしたので、今日は初めて麻婆豆腐を作って、いつもありがとうございますございますございますっていう気持ちを込めながら作って食べてもらいたいと思います。じゃあまず早速材料をね用意したのでやっていきたいと思います。まず手を洗いますね。本当にいつもお世話になってるんでね、少しでもこういうのがねできたらなと思います。思うんですけども、作り方がわかんないから、とりあえず玉ねぎを切る、あ、豆腐か、どうやってやるのこれ。豆腐も全然揚げたことがないというね。美味しいって言ってくれるといいですけども、なんかみんな母の日とかあるやん、それが今日はスタッフさんの日ということで、はい、豆腐、はい、そしたら豆腐をもう一丁、まあ、あれですよね、みんな麻婆豆腐が食べたくなる日もありますよね。なんで麻婆豆腐なんだろうと思った。でもはい、出ておいで。 OK、 はい、豆腐2丁。次、長ネギ。長ネギさん、こんにちは、よいしょ。長ネギさんを使います。あら、これで、どこを使うのこれ。1本刺ってない。これは待って、みじん切りだと。どうやってやるの、みじん切りなんて。すいませんね、ちょっとせっかくあのスタッフさんの皆さんに作ろうと思ってるんですけど、ここまで世話をかけちゃって。こうですか。で、切ってくる。初めて知りました、この知識。絶対これママに YouTube 見られた。本当には恥ずかしい、もうどうやったらそんな育ったのって言われるわ。おお、すげえ。本当だ、こうやって切るんですね。込めて、いつも私のために練習やお仕事、そしてたまに使ってくれてありがとうございます。これからも頑張りますので、引き続きお願いします。ハンバーグ以来なんですけど、ヨガ手料理作るの、手料理第2弾みたいな感じですね。そしたらネギ完了。いらっしゃいませ。そしたらひき肉を炒めてですね、ひき肉を炒めていきたいと思います。これは2個使った方がいいんですね。これは洗いますか、これは洗いますか、これは洗いますか。なに洗わない。なに、なんかめっちゃ笑われたんですけど。で、熱したフライパンに醤油大さじ1を入れ、中火でひき肉を炒め、火が通ったら一旦火を止める。クックドゥってなんだこれか、あ、これだ。クックドゥを入れ、再び火をつけ、よくかき混ぜる。ってことは熱したフライパンに、あ、油や、醤油なんて入れたらあかん。油1さじを入れ、これかな、なってます、大さじ1。油適当でいいよ。なんだなんだ、油をいきます。いい音、いい音、めっちゃいい音。やだ、おいしそう。一旦かっこいいとこを見せたいと思います。かっけー、かっけーかっけーかっけー。そしたらこれを入れていきます。もう一個も入れます。再び火をつけ、よくかき混ぜる。あ、そう、
だ、麻婆豆腐やん。そしたら中火に、豆腐を加え、長い豆腐あ、横切るの忘れてた。もうミスったやん、普通に。なんか豆腐、マジだ、ミスっちゃった豆腐。そしたら豆腐中火で静かにかけ直せながら約 3分間煮詰める。じゃあその間に、今回は麻婆豆腐丼なんで、あの佐藤のご飯さんのやつも今のうちにしておきます。まだ3分で大丈夫。麻婆よっしゃ、マジいいお嫁さんになれるんちゃうこれ。えー、美味しそう。そしたら、長ネギさんを突入。やだ、美味しそう。あ、待って、佐藤さん待って待ってってば。これでちょっとネギを絡めさせて、ちょっとだけ待っててね。はい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 、もう一丁いこう。しゃもじがこれですか、しゃもじそれますよ。それ。わあ、美味しそう。おお、見てください。めっちゃ美味しそうよ。あと2つね。まず1個目完成しました。じゃじゃん。イエーイ、めっちゃ美味しそうです。めっちゃ美味しそう、普通に。喜んでくれるかな。はいはいはい。待って。分かった分かった。はい。よし、ラスト1個佐藤さん。はい、2個目完成しました。ラスト1個。いいやん、いいやん。ちょっと一口食べてみようかな。いただきます。うん、おいしい。え、めっちゃおいしい。 完成。え、めっちゃいいやん。え、喜んでくれることを願う。よいしょ、見てください。作ってみました、麻婆豆腐丼。初めて作ったんですけど、味はまだいい、まだいいというか普通に美味しかったので、これを今からスタッフさんの皆さんにあげて、ちょっとでもね、いつもありがとうございますっていう気持ちを伝えれたらなと思います。じゃあ早速私に行きたいと思います。あ、うまそう。こんなんだっけ。いつもありがとうございます。こんなんだっけ。麻婆丼ってこんな感じ。はい、ぜひ食べてください。 いつもありがとうございます。はい、美味しいです。いただきます。はい、あ、うめえ。えぇ、ー、やった。これ何の力。正直言っていいですか。ありますね、もっとけどやっぱ思いがこもってるということで、これ切ったのも岩ですし、混ぜたのも岩ということで。うまい。でも本当ですか。ちょっと気持ちは伝わりますでしょうか。本当ですか。やった。みんなの分持ってきますね。じゃあ、え、結果美味しいってことでいいですか。うん、いつもありがとうございますの気持ちも伝わりました。よかった、嬉しい。はい、ということで、美味しいって言ってくれて本当に美味しい。梅ちゃんめっちゃうまいよ。嬉しい、珍しい。売るこれ、売る、屋台開いてですか。でも元があるからね。はい、ということで大成功。最初に僕も伝えれたので大成功です。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とコメント、高評価お待ちしております。ひわちゃんちょっといい子だねと思ったから高評価お願いします。これからもちょっと料理にも挑戦していきたいと思います。いっちゃってから皆さん食べてください。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。感謝感謝。